大悟なんてどうでもいいからいやだからテーマを一行で片付けるな。どうでもいいからラジオでも聞くか。こいつは本当一行で片付けちゃうテーマ。ピッピーン、上田晋也と、ボディーソープのオールナイトニッポン。俺は誰とやってんだ。どうも、グリム中の上田晋也でーす。ボディーソープシーン。そらそうだろうね。うん、喋らんのか。じゃあ俺が言うよ。もう一人はボディーソープでーす。まあ体で洗うとき使うあれよ。なんで俺相方はボディーソープ。今日はね、そんなボディーソープとオールナイトをやることになりましたけどね、何を話しましょうかね。ねえ、おいボディーソープ、何か話すわけにはいかないか。シーン。まあ全然喋らないね。このボディーソープちゃんと中身入ってるよな。もしかして中身が入ってないから喋らないかもしれないな。ちょっと確認してみるか。カン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 、ボディーソープのケースを叩く。ああ中身は入ってるな。うん、ちゃんと中身入ってる。じゃあなんで喋んないのよ。おいボディーソープさん、これラジオなのよ。喋らないといかんよ。シーン。もう沈黙沈黙って、スティーブン・セガールか。うわっは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 っ。いや、あれだから面白い例え突っ込みだったね。いや、やばしいわ。スティーブン・セガールってね。シーン。ん？どうしたボディーソープよ。そろそろ今の俺の例え突っ込み面白くなかった。シーン。喋らないな。そろそろそうなるよ。これじゃもう俺の一人芝居よ。一世尾形じゃないのよ。やっぱりこのボディーソープ中身入ってないのかな。コン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 、上田ボディーソープのケースを叩く。中身入ってんな、中身入ってんのよ。なんで入ってんの俺の渾身のたどりつっこみを笑わないのよ。よし、わかった。今から俺が生涯最高傑作のたどりつっこみ言うからよく聞いておけよ。行くぞ。おい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 、ゾロ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 ついてきてっけど、これロッキーの撮影じゃないのよ。渾身じゃないわ。おかしいな、なんで俺の鉄板のたどりつっこみに笑わないんだ。もしかして中身が入ってないのか。こんな面白いたどりつっこみ無反応なんで中身が入ってないぐらい考えられないな。何回確認すんだよ。コン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 、中身が入ってんな。いや、何回確認してんの。中身が入ってんだよな。なのに喋らない。なんで中身が入ってんの喋らないのか理由がわからんよ。ボディーソープは中身が入ってたら喋るもんではないのかね。おい、ラジオネームボディーソープよ。なんでラジオの本番中に話せないんだ。理由を言うわけにはいかないか。と上田に喋らない理由を聞かれたボディーソープが上田に一つ突っ込み、シーン。またしても喋れなかったボディーソープに上田が一つ突っ込み、あれ、やっぱり中身が入ってないのかな。入ってるっつうのだから、その様子をラジオで聞いていた黒瀬先生がさらに一つ突っ込み、ボディーソープは中身が入ってても喋らんもんね。まあ一番正しいわ。まあ黒瀬先生が一番正しかったよ。いや、なんだろうね、これ一番最初にあのハガキ一発目に置いてあったんですよ。あ、それが、はい、何の世界観なんですかね、これ。確かにね、確かにぶっ飛んだ世界観が。ハガキ書こうっていう時に上田さんとボディーソープの俺と日本を書く脳器具がちょっとぶっ飛んでるよ。ぶっ飛んでるね、脳器具はね。わかんない、だからこっちとかにほらハガキ送ってたから、こっちはちょっと基本形みたいなの送って、書いてるうちにもうぶっ飛んだもの書きたくなったのかな。なっちゃったのかね。さあ、じゃあここ上田